はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、新型レヴォーグを見に来ました。先行展示ということでね、早速並んでみようと思ったら、なんと100分待ちということで、ちょっとね、この STI のスポーツ EX は、並ぶの断念しました。いやー、 STI のねエンブレムが輝いてますよね。レヴォーグ STI スポーツはね、ポテンシャルをさらに高いレベルに引き上げるために電子制御ダンパーをスバルで初採用してるらしいですね。常にフラットで上質な乗り心地を提供するということですね。 STI でスポーティーなイメージもありますが、乗り心地も重視してるということなんですね。いやー、それにしてもね、このギュッとした腰つき、なかなかいいですよね。あの前のモデルのレヴォーグに比べて、すごいデザインがギュッと詰まった感があるなという印象がありますね。で、この STI スポーツは5つのドライブモードセレクトがあるということで、スバルの最先端のドライビングを楽しめますね。では横にね、置いてた50分待ちのレヴォーグ GTH-EX を並んでみようと思います。いや、やっぱりね、精悍な顔立ちになりましたよね。ヘッドライトがね、少し小さめにデザインされてる感じですかね。フル LED ヘッドランプにブラックベゼルプラス高気化色で、闇の中でキラッと輝く目のようですよね。フォグランプも LED でキラッとしてかっこいいですよね。エンボス加工で少し高級感のあるように見せてますよね。あ、側面もね、パネルで覆われてますね。タイヤの方は225の 45R18、18インチを履いておりますね。タイヤの周りは丸くなくて少し角張ったデザインになってますよね。ボンネットの上の大きな開口口が特徴的ですよね。1.8 リッター DOHC 直噴ターボエンジンということで、走りの方も良さそうですよね。お、スバルのエンブレム、まじまじと見ると星が6つあるんですね。実はね、これ STI と同じエンジンを積んでおります。最高出力は177馬力。最大トルクは300ニュートンメーターですね。STI と同じ馬力なんですよね。WLTC モードで 13.6kg/L 走ります。廃屋じゃなくてレギュラーガソリンっていうところも経済的ですよね。オリジナルタンブラー。もらっちゃった。こんなの。これコーヒー入れるんかな？アンケートに答えたらもらえるやつでしたね。今回のね、レヴォーグは新開発されたアイサイト X というものが搭載されてますね。高度運転支援システムということで、渋滞時にね、ハンドルから手を離しても自動にハンドルが曲がってくれるという機能が今回ついておりますね。で、この内装ね、見てください。このでかいモニターがテスラのような感じで、これ11.6インチになりますね。いや、レヴォーグはね、走りがいいだけじゃなくて、すごい先進的な感じもしますね。シートはね、結構ホールディングの良さそうなシートになってますね。後部座席も立体的で座り心地が良さそうですね。レヴォーグはワゴンタイプになるんですが、そんなに大きすぎなくていいなと思ってます。全長は 4755mm、 全幅は 1795mm、 全高は 1500mm ですね。全幅が1800切ってるってなかなかいいですよね。いやー、このリアテールランプなかなかかっこよくないですか？ピアノブラックの中に燃え上がるようなこの赤のテールランプ、いやー、クールでかっこいいですよね。システムテクニカルは AWD、 これだったら雪道も安心ですよね。やっぱね、お尻がキュッとしてかっこいいですよね。2本出しのマフラーがいかにも走りそうな感じがして、なかなかスポーティーなデザインに仕上がったなという感じがしますね。いや、今回ね、結構人が多くて、まあその都度お姉さんがコロナ対策の除菌をしてるという感じで、いや、頑張ってねっていう感じでした。いや、もうね、この時点でちょっきり50分ぐらい待ちました。次はやっと私の番ですね。では乗り込んでみましょう。
わあすごい。邪魔しまーす。わあ。パン。ここはもう液晶になってるんですね。そうなんですよ。これってあれでしたっけ、アイサイト X？ EX の方です。なんかあのハンドルが勝手になんかちょっと手離してもいいような、あの CM のやつですか。はいはい。そうですね。渋滞時。あ、渋滞時。なんで普通に走ってる時はダメなんですけど。はいはい。地図。わかる。すごいな。これなんやろ。粘土工場。あ、シートリード、こんなところで。あ、冷たくできるんや。これってシートはあの温度設定低いのがあるんですけど、はい、涼しくなるってことですか。いや違いますね、シートヒーターなんで、はいはい、低めの温度っていうだけですね。ああ、そういうことなんですね。別になんか風が出てくるわけじゃない。だからじゃないですね。じゃないですか。ヒーター車に選ばれるらしくつけてもえ、これそっか。でも物理スイッチがないから、こう何回かこうやっちゃうないとダメですね。ちょっとね、慣れるまで大変かなと思うんですけど、はいはい、そのあ、これなんやろ。あ、おすごい。これで切り替わるんやな。走行アシスト。あ、ここどうなってんの。質感ええな、この、うん、ステッチ。これはちょっと気になってたよな。これどうなんこれ。これナビってここで触れるんですか、はい、その行きたい場所とか。音声認識とかやったら。あ、音声認識。あ、ここでなんかこうなんかコントローラーみたいな感じでやるわけではないですね。ではないですね。あ、これそれが走りのモードですね。あ、はいはい、走行モード、スポーツモードと普通のモードみたいな感じですね。すごい。こうしたミラーなんですね。あ、そうですね、シートのポジションも。すごい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 上がる。ピッとしたらいけるんですね。感じで触らなくてもいいんですか、ね、そうですそうです。こういう感じで。でなんか正してもらったら、バーッと開くので、お買い物袋とか持った時でも、こう、はいはいはい。大体こう、足でするやつ多いですけど。そうですね。あれは、スバル4区なんで、あ、はい、雪とか多いところ行く方多いじゃないですか。はいはいはい。その時に足で片足立ちしてしまうと、滑ってこけるかもみたいな。ああ、これでつるんといっちゃうけど。そうですそうです。あ、そういうことなんですね。そうです。あ、それでこう、こうすると。そういう風になったみたいです、ね。へぇ。押してもらったら開きますよ。はい。お、自動で。わ、広い。下に結構大容量のトランクが。これはタイヤ入れるスペースではないんですね。タイヤ入れなくていいんです。うん、タイヤはあの多分パンク修理キットがある。はい、いかがでしたかね、新型レヴォーグ。私ね、こういった車の動画をよくレビューしておりますので、興味のある方は、ぜひチャンネル登録をしてくださいね。そしてグッドボタンを押していただいたら嬉しいです。はい、というわけで新型レヴォーグでした。じゃあね、バーイ。